皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田周平です。今日皆さんにお伝えするテーマはね、スピンアウト、へっぴり腰を直せってね。まあこうインパクトの時に腰の位置がこういう風に後ろにこういう風になっちゃう方って結構いるんですよ。でこれをなんとか直してあげたいと。スピンアウトをしたくないっていうのはあるんだけれども、へっぴり腰を直そうとしすぎてこういう風になってる人は結構多いの。こうやって腰をね、こうやってスライドさせちゃう人が多いと、ね、でこれはスピンアウトじゃないんで、これはこれで間違いじゃない、ね、つまりバックスイングで、まあバックスイングはそうでもない、インパクトのところでこうやって腰をこう水平な状態を作って、あまり回さないでこのまま打つと。もちろんこれは正しいんだけど、これやりすぎてこうなっちゃってる人が多いの。こういうふうにね、腰をずっとまっすぐにしちゃう方ね。とはいえこのへっぴり腰のこっちもまずいね。だから結構ね、練習場にいるとね、2通りに分かれてね、結構両方いるね。もう腰がこうやって打った後にこういう風になっちゃう人と、こうやってなんかこんなに終わってるよね。この状況の人をなんとか直したいというのを今日はね、ちょっとお話ししたいと思います。で結論から言うと、まず腰ってね、こういう風にスライドする時間と回転する時間の2つがあるんだと。これがポイントで、これはね、腰の動きの練習、体操すればいいの。イメージはね、8の字ね。どういうことかっていうと、こういう風にここで腰を8の字書くように練習するの。これね、結構難しいんだよ。ここで練習の体重移動はバックスイングで右のかかとに乗る、そしてその後左のつま先に乗る、それから腰の回転すると後ろ、それから右のつま先の方に戻るようなイメージ、そしてまた腰は後ろ。これで8の字になるの分かるかな。こういう風にね、でこういう感じ。これをまずなんとなくイメージしてください。でこの動きと、この動きができたらスピンアウトは治るんですよ。つまりいいですか、バックスイングしたら後ろ、そっからこの状態ですね、こっちに行くときにクラブを振れば、その後回転すれば絶対にスピンアウトにはならないんですよ。でダメな例としては、8の字のこの部分ね、この部分の時にこの部分がないんですよ。いきなりこっち行っちゃう人ね、はい、これがまずスピンアウトになっちゃう人で、さらに言うと、もう一個はこのまま8の字のこのラインですね、このラインを作ったまま振っちゃう人、これは今度は、腰がスライドしすぎってことになるわけ。だから2つの要素ですね。どういうイメージかっていうと、ちょっとやってみますけど、バックスイングして右のかかとで、左のつま先にグッと体重がかかった時にクラブを振って、それから体を回す。これをまず練習してみてください。そうすると2つの動きがペアで分かる。もう一回やってみます。グッパーンと、こういう感じですね。もう少し分かりやすく、グッパーン、それから体回る、こんなイメージですね。ダメな例としては、このまんまこういう風に回らないで行っちゃうか、ここからいきなりこっち行かないで、いきなり後ろに回っちゃう人ね。なるべくここで8の字をイメージしてください。でそうすると練習としてはね、まずやはり今やった、踏み込んだところで終わる、腰が
この位置ですね、左のつま先に体重がかかったところでクラブを振るっていう練習が一番いいです。スピンアウトする方はちょっとやってみません。こういう感じ、スピンアウトする方は体重がこっちに乗るときに腕を振ってしまう、こんな感じ。それから回る。こんな練習がいいですね。もう一回やってみます。こんな感じです。でその後に体が回るというふうにしてます。ベタースももでスライドするしちゃう方ね、このまんまこの踏み込んでずっとこういうふうになっちゃう方はこれはもうね腰をもうそのまま回しちゃっていいです、ね、そういう方はここのつま先の体重のイメージよりは後ろにもうすぐ後ろにどいてあげる感覚ね、この感覚でスイングしてください。なのでこれは少しあの腰を回していく、これで全然構わない。人によってちょっとタイミングが変わると思います。全員が同じくこっち側にかける必要はないですから、人によってこうスイングのこの体重の体分というか8の字のタイミングは変わってきますので、それでいくと、ちょうどいい、腰の踏み込むところと回転のところと2つがあるというところをちょっと理解していただくと、このスピンアウト、治っていくと思うんだけれども、あ、こういう感じ。だから体をスライスする人はやっぱりスピンアウトが多いんだよね。だからちゃんとこう我慢しといてクラブを振るっていう動作で、今度フックとか、まあ、下から入りすぎて煽っちゃう人っていうのは腰が全く回らない人ね。なのでそういう人はちょっと腰を回して左に振ると、まあ、結構そのスイングって違いが出てきて、人によってアプローチを変えていかなきゃね、僕自身レッスンしていてね。で全員同じにしちゃうとスピンアウトの人はもうどんどんスピンアウトになるし、踏み込めって教えてる人はどんどんこういうふうにこう体がこうしんどしみたいになっちゃうんで、こう人によって変わってくるっていうことをちゃんと覚えてください。はい。スピンアウトってそもそもなんですか？あ、スピンアウトってね、回転軸って2本あるじゃん、足って。だから右に乗ってここで左に、これが2本足なんで、でこの場所でスイング回るとこう体がこう、外側に抜けちゃって、こういう風に腰が後ろにへっぴり腰のスイングのことをスピンアウトっていうの。カット軌道になるからアウトサイドイン、こっち側になっちゃう、こういう風になっちゃう、左に引っかかる、だからスライスする、うん、じゃあスピンアウトじゃないかどうかをそうそうそうチェックしてみるといいと思う、うん、試してみるとよく、まあ、だからここに隙間が出ちゃうんだよね。で打った後にここに隙間がなくちゃんと消えてる人がスピンアウトがない。だけどこれを今度やりすぎてこうなっちゃう人は今度インサイドアウトになりやすいわけ、内側から入りすぎちゃってこう、これは今度こっち側に振りすぎちゃうからフックになったり右に突き抜けたりとかっていう、そうそう、棒弾道とか、あとは動画見てここの隙間とかを見ると分かるかな。 OK ですね。じゃあちょっとそこ踏まえて、練習、ボールって言います。腰の回転を8の字こういうイメージね、こういうイメージで、そこからボールを打っています。ということで、今日はスピンアウト、まあ、もしくはねこうやって腰がスライドしすぎる人、それの直し方という人、ウェイトシフトを8の字にしていく、これだけでねちょっと変わってくるし、その8の字のどこの意識の時に腕を振ればいいのか、ここでスピンアウトか、スライドなのかっていうところの違いが出てきますから、ぜひですねそこら辺を踏まえて練習をやってみてください。このチャンネルではね、私のレッスンノウハウを毎日更新しているので、チャンネル登録とコメントと高評価、この3つをよろしくお願いします。それでは今日は終わります。さようなら。
動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。